パウル・クリングは、チェコ出身のバイオリン奏者、オパバ出身。4歳からバイオリンをはじめ、7歳で、ウィーン公共楽団と共演するほどの上達ぶりを、見せる。ブルノ音楽院を経て、プラハ音楽院で学んだが、音楽院を、卒業間近の1941年に突然、退学処分を受け、1943年には、テレジン強制収容所に送られることととなった。 収容所内ではギデオン・クラインだと知り合い、収容所内で結成されたオーケストラなどに参加して演奏活動を行い、ビクトル・ウルマンのオペラ、アトランティスの皇帝の上演計画にも加わったが、その計画が実行されないまま1944年にアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に送られた。ナチス・ドイツの敗戦により強制収容所内で生き残り、1947年に フォーク公共楽団の演奏会で急遽大役として、ヨハネス・ブラームスのバイオリン競争曲を弾いて、本格的な演奏活動を開始した。1952年には、クルト・ベスの求めに応じて1955年まで、日本を訪ね、NHK 公共楽団と共演する傍らで、東京芸術大学、国立音楽大学や東邦学園大学の、教団に立った。 1954年から翌年まで NHK 交響楽団のコンサートマスターを務めた。1959年からルイビル大学でバイオリンを教えたが、1977年にブリティッシュコロンビア州に移住し、ビクトリア大学やブリティッシュコロンビア大学等で教鞭を取った。ビクトリアにて没。アーカイブ2019年9月20日、ウェイバックマシン、ミュージックザ・ホロコースト、 ポールクリンク。2012年7月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年7月8日閲覧。リーチ・シュグル・ジュニア、ミロースラブ、エンサイクロペディア・オブ・ボヘミアチェック、アメリカン・バイオグラフィー、オーサーハウス、ルク9億8656万7183。ページ番号を振られていないため、ページ番号を特定できない。ありがとうございます。